4日、SNS で入籍を発表した羽生結弦。その祝福すべき節目に加えて、お相手が公表されていないこともあり、大きな話題を呼んでいる。羽生結弦といえば何といっても2014年、2018年に成し遂げた五輪2連覇だが、活躍の当初から、体幹だけでなくなぜあれほど精神がしなやかなのか、普段は少年のようにあどけないのに、競技中の眼差しには炎が宿るその強さにも人々は魅了されてきた。その秘密を考察すべく、天才スケーター、羽生結弦を育てた羽生結弦家とその両親の教えに迫った、週刊現代。2015年1月31日号の記事を再掲する。控えめで謙虚な両親。連覇を達成した2014-2015グランプリファイナル終了後の記者会見で、羽生結弦にこんな質問が飛んだ。我が子を羽生結弦選手のように育てたいというお母さんが多いのですが、どうしたら羽生結弦選手のように育つと思いますか？羽生結弦は少し困ったような表情で考えを巡らせてから、こう答えた。僕は、僕、です。人間は一人として同じ人はいない、十人と色です。僕にも悪いところはたくさんあります。でも悪いところだけじゃなくて、いいところを見つめていただければ、子供は喜んでもっと成長できるんじゃないかと思います。逆境に立ち向かう強い精神力、誰に対しても礼儀正しい振る舞い羽生結弦を見たとき、世の母親たちが子供にあんな風に育ってほしいと思う気持ちはよくわかる。ただ、そこではたと気づくことがある。羽生結弦の両親とは一体どんな人物なのか？その質問に答えられる人は少ない。なぜなら羽生結弦の両親はこれまでインタビューに応じたこともなければ、表舞台に登場したことも一度もないからだ。羽生結弦を育んだ東北、仙台の地。結弦の両親が表に出ないのは、頑張っているのは本人であって、親は関係ないという考えからなんです。五輪で金メダルを獲得しても、私たちがしゃしゃり出て話すことはない、と言っていましたね。控えめで多くを語らない、お二人とも、まさに東北人の気質を持った両親です。羽生結弦家に近い友人はそう説明する。息子が謙虚なら、親もまた謙虚。一体、羽生結弦家ではどんな教育が行われ、天才、羽生結弦が育まれたのか。その秘密を探るべく、本誌は羽生結弦の地元、仙台に飛んだ。羽生結弦が生まれ育ったのは仙台市泉区。両親と姉の4人家族で、父は中学校の教頭として勤め、母は専業主婦、4年上の姉は、羽生結弦のホームリンクだったアイスリンク仙台の職員として働いている。羽生結弦が生まれ育った県営住宅は、仙台駅から車で20分ほどのところにあった。フィギュアは、靴や衣装、リンク代など、ものすごくお金がかかるスポーツです。家族の協力なしにはできません。羽生結弦家は父親が公務員で貧しくはないけど、金持ちというわけでもない。家賃5万円でつつましく暮らしていました。節約のために、つい3年前まで結弦の衣装はお母さんが作っていたんです。前室の友人。雪の降る中、羽生結弦家の表札を探したが、見つからない。近隣住民がこう教えてくれた。金メダル獲得後、自宅に取材が殺到したでしょ。だから昨年、2014年の10月頃、羽生結弦さん家は仙台市内のマンションに引っ越したのよ。頑張っているのはゆず本人ですから、今度は仙台市内に住む母方の祖父母の自宅を訪ねてみた。取材できた旨を告げると、祖母はインターフォン越しに、東京からせっかく来ていただいて申し訳ないのですが、孫についてお話しすることはできません、と申し訳なさそうに言う。だが、少しだけで元お願いすると、ぽつりぽつりと答えてくれた。羽生結弦選手の人間性はご両親をはじめ、周囲の方の教育の賜物だと思います。いいえ、あの子の両親は当たり前のことをしてきただけです。特別なことは何もしていません。羽生結弦家には、家訓のようなものはあるんでしょうか。ゆずを育てたのは、両親ですから、私たちは話す立場にありません。私たち祖父母がいろいろと話したような記事が出てしまったら、恥ずかしくて生きていけませんよ。有名になってもご両親をはじめ、皆さん、表に出てきません。それが羽生結弦家の方針ですか？頑張っているのはゆず本人ですから。ご両親のしっかりした教育あっての羽生結弦選手だと思います。
それはうちの娘ではなく、教員をされているお父さんが立派だったんだと思います。私たちは普通の人間ですから。後編記事に続く。週刊現代、2015年1月31日号より。羽生結弦さん結婚、仕事にストイックな人が結婚するタイミング。羽生結弦さんの結婚発表で読み解く未来は、羽生結弦さんが4日に SNS で結婚を発表しました。熱愛報道や匂わせが一切なく、ファンにもお相手にも気遣いがあるコメントに称賛の声が集まっています。金曜深夜のビッグニュースに驚きましたが、フィギュアファンの私は、ふと2日前に羽生結弦さんの演技が見たくなり、動画再生をして思いを馳せていたのです。羽生結弦さんは現在、27歳。入籍発表ではお相手やいきさつは一切伏せ、スケートと共に、全力で、前へと、生きていきます、と綴られました。2022年7月に競技から退く会見をし、わずか4ヶ月後にプロとして初の単独アイスショーを成功させての今のタイミングです。今回、速報を聞き思い出したのがイチロー選手です。イチローさんが26歳の時、8歳年上の元アナウンサー福島由美子さんと1999年12月にご結婚。日本プロ野球史上初となる記録を多数打ち立てた後、大リーグという大きな挑戦の直前に結婚を決めています。奥様は当時から英語が堪能で、食事や資産の管理を任せられる優秀で頼れる存在だったと報じられています。羽生結弦さんの場合、オリンピック連覇という目標を遂げプロ転身にも成功したタイミングです。そこに心の支えとなる伴侶を得て、さらに次のステップに向かう意思表示を感じさせてくれます。今後のご活躍と、幸せな未来を祈らずに入られません。仕事に燃えるストイックな人が結婚を意識するタイミング。人にはそれぞれ結婚を意識するタイミングがあります。交際相手に関わらず、今は結婚するタイミングじゃないということもあるでしょう。もちろん、タイミングが合えば今交際中の方と結婚するという場合もあれば、残念ながらそうではないケースもあります。結婚相談所の場合はすぐにでも結婚できる状態の方がエントリーしていますが、一般的な婚活の場面では、結婚への意識が高まるタイミングの人同士がマッチングすることが非常に重要です。一方が、すぐにでも結婚したい、もう一方が、あと5年すれば、結婚したくなるかも、という考えでは、そもそものスタートが合っておらず、単に待ち続けるだけになってしまうことも。結婚を前提に交際するか、交際初期の段階で結婚の意思や時期について確認するのがベストです。ただ、仕事に燃えるストイックなお相手の場合は、結婚の話をする前に、お相手が結婚を決意できそうなタイミングを見極めることが重要です。今は結婚は考えられない、という時にしつこく結婚の話をしては、もしタイミングが来ても、価値観が合わない、結婚後も寄り添ってくれるだろうかと疑問視される可能性もあります。私がお悩み相談でアドバイスをするのは、次の3つのタイミングです。1. 仕事が落ち着き、安定期が訪れた時。仕事熱心で、重要な仕事を任されていて、今は結婚を考える余裕はない、資格を取って転職するのが最優先、あと数年の頑張り次第で収入や働き方が変わるから、今は仕事のこと以外は考えられない、という人もいます。仕事が成功したり、資格の取得、転職が落ち着いたりして、経済的にも精神的にも余裕ができたタイミングで結婚の話をされるのが良いでしょう。2. 大きな目標に挑戦する前。一般的には、仕事が落ち着いたら、ですが、冒頭のイチロー選手のように、これから、という時に家庭という確かな基盤を固めたいと考える人もいます。医師の場合、医大を卒業した時、忙しい研修医が終わった時に婚活や、今まで付き合っていたお相手との結婚を決める人もいます。弁護士や税理士の場合、資格試験に通ってこれから就業という時に結婚、婚活をする人もありますし、5科目中4科目が通って、あと1科目というタイミングで婚活をする人もいらっしゃいました。3. 年齢で適齢期を意識した時。外的な要因より、年齢を基準にする人もいます。男性の平均婚姻年齢は31歳。20代は仕事もまだ始めたてで、仕事やプライベートを自由に過ごしたいと考えていても、30代を意識すると漠然と結婚を意識する方は少なくありません。都心部の場合は晩婚化し、
35歳前後というケースも。男性が30代であれば、周囲の既婚の友人の話をきっかけに、結婚についての価値観や考え方を聞いてみると良いでしょう。4. 彼の男友達が結婚したとき、年齢の話と近いのですが、同性の友達が結婚したときは、結婚への意識が高まります。仲良しの友達の結婚式に参加した、幸せな既婚の友人に会った、友達に子供ができた時などは、男女ともに絶好のタイミングで狙い目です。結婚が急に身近になり、ポジティブなイメージも高まりますから、自分もいつかしたい。それはいつなんだろう、と考え始めます。上記のタイミングで結婚に意識が向いている時に、自然な流れで結婚や将来の話をすると効果的です。実例、大きな目標に挑戦する直前に結婚する男性の心理。ある男性は年収800万円の会社員でしたが、MBA、経営学修士を取得するために大学院進学を目指し、同時に婚活も開始されました。従来であれば、スキルアップして成功後に結婚、というケースが多かったのですが、彼の場合は、チャレンジする生き方に賛同してくれる人、支え合える人と出会いたいという気持ちから、同じタイミングで婚活を始めたのだそうです。彼の中身は変わりませんが、肩書きは大手企業勤めから学生に戻ってしまいますし、まさに大きな目標に挑戦する直前に結婚を望んだのです。マッチングしたのは自立した看護師の女性で、彼の夢を応援したい。そのためなら、学生の間は自分が家計を支えられると言いました。彼女のお母様は、はじめは大学院の間は収入ゼロになってしまうなんて大丈夫、とやはり心配されていました。しかし、彼女が彼の将来性を説明して、無事に成婚しました。彼はその後見事開業され、年収3000万円超となり、二人で幸せな結婚生活を歩んでいらっしゃいます。